こっち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 。カノさん、カノさん、大丈夫ですか？カノさん。ちょっと何があったか話してほしいんですけど。わかんないです。気づいたらスタッフさんたちみんないなくなってて。メンバーもみんなどっか行っちゃって。いやでも僕らはずっと学校の中探してたんですよ。分かんないです。谷口さん、はい、他のみんなやっぱり学校の中いないですね。いない。でマネージャーさんもどこ行ったか分かんないって言ってます。警察呼ぶしかない。しかないと思いますよ。カノさんちょっと待っといてもらっていいですか？撮ってます。じゃあインタビュー始めていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ピエンピエンマジカット。ピエンピエンマジカット。Thank you very much. 10万人ありがとうございます。10万人。10万人ぽよぽよ、10万人ぽよぽよ、ピエンピエンマジカット、ピエンピエンマジカット、Thank you very much。 10万人ありがとうございます。ダメだ、ごめん、早すぎ、そもそも笑いすぎたらね。これがズチャズチャダンスの解説部だ。OK できた。 NHK あとでつなげとくね。うん、出る感じなければ。なんでダンス始めようと思ったんですか？お母さんがビヨンセ好きやったんで、なんかそれのなんか移り変わりみたいな感じでビヨンセみたいな感じやったんですよ。パンツ一丁で結構もう腰振ってあんあんって踊ってったみたい で、そしたらなんかお母さんにあんたダンスすべきやわみたいな。お祭りで踊ってるのを見てめっちゃいいなと思って始めたいって言いました。ヒップホップ英才教育をお腹の中から受けてたっぽくてスーパーとかで流れてる音楽でも踊っちゃうみたいな。でそれでもうこれはダンスでしょみたいな感じでお父さんとお母さんが連れてこうって。お母さんがお風呂入ってる間とかに一人でダンスの練習してたりを勝手にやってて、お母さんがそれに気づいてビデオカメラを置いといてくれたんですよ。すっごいダッサいサンバイダーつけてなんか世界に一つだけの花とかを。この文字なんすか？全く一緒のやつがあんねんけど。やめなよ。誰か入ってみたら。やだ。暗いから電気ぐらいついてる。何？びっくりした。やめな。
された。消されたんですけど。この黒板柔らかくて書きやすいな。新しい学校のリーダーズ来校。それ何ですか？これはあの大根とごぼう混ぜたみたいなやつを鼻に入れられてる様子です。かわいそう。廃校とかなんかそういう建物なくなった建物に行くのが好きな人っておるやん。そうなの、行けんの？そんな感じ。廃墟とか廃墟とか、ね、なんかその理由がなんかすごい分かる気がして、なんかさ、ここには絶対物語があってさ、こことかいたずらしないでくださいとかさ書いてるクラスとかさ、いたずらしてたんだ。なんかすごいなんかリアルじゃない？本当だよ、なんかここで過ごしてた学生たちがおるっていうのがリアルに感じるから、なんかそれがウキウキするんだよな。疲れちゃった。どうも使えるのか。なんかトイレいっぱいあるもんね。あ、なんかここは綺麗じゃない？なんかすごい、ちょっと待って、森塩ある。森塩を、これを塩塩森塩がありました。そういう、うわ、ここの中やばいってことじゃない？なんで、お辞儀しとこう、お辞儀。なんでなんで開けんの？やめなよ。あ、なにこれ、あ、理科室。やめて。何でこんなにやめたんだよ。本当に嫌なんだけど。やめてほしい。そういうとこ嫌い。何もないから大丈夫。水溜りあるってことはさ、やばいよ、ね。でもさ、念のためにしとくとくとかあるよね。しとくとここだけですか。ここだけ確かに。欲しいじゃん。これあと、気づいたんですけど、この文字なんすか。これなんか書かれた感じっすよね。なんか落書き？なんかラのね。どれ？目みたいだね。このやつ。なんかエジプト文字みたいな。なんか何これ？なんかそういう文字なんじゃない？ラ。落書き？落書き？ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。何？全く一緒のやつがあんねんけど、ここにも。え、すごくない？すごくない？すごく。ここにも文字ある。本当だ、本当だ、文字だ。ここにも。あっちの扉はなかった。こっちにも森島があるんですけど、次行きましょう。次、こんな形のやつが、ちょっとピンクっぽいやつ。私ちょっとこれで影響されやすいんですよね。そうなんですか。なんかあっちもさ、こっちもさ、これちょっと、ね、ちょっとだけ、これになんかある気がしてる。ここか、気持ち悪いですね。これなんだろうな。なんかちょっと意味ほんまにあるのかなって思っちゃいます。なんかロゴみたいな。確かに。なんかそういう文字なんじゃないのかよ。なんかの。じゃあインタビュー始めていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。青春。完全に人の音やった。誰かいます？音楽があるから、音楽が好きだから踊ってるってことを大切にねって言ってくれる先生で、あ、そうやな、ファンズオブミの皆様、登録していただき誠にありがとうございます。中目黒で行きますので、皆さん黄色い線までお下がりください。黄色い線までお下がりください。はい。森塩がありました。なんかエジプト文字みたい。今自分たちで新しい学校のリーダーズの振り付けをしてるんですけど、はいはい、その一曲に対してあなたはどういう人間ですかって聞かれてるようなもので、この曲を4人で表現するために踊る、うん、だから誰と同じように踊らなきゃいけないっていうよりかは、曲のテーマとかストーリーに合ったように体を
動かすみたいな感じだよね。そうだね。だから踊り、表情、うん、歌、セリフからなんか全部がつながってるから、うん、リーダーズがこれやったら面白い、これは面白くないみたいな、うん、その定義はめっちゃ一緒やと思います、うん、でもそれの見る角度はみんな違うと思うんですけど、うんうん、そこが一緒やからめっちゃなんか決める時とかめっちゃ簡単なんですよ、うん、なんか出てきたら、あ、これリーダーズやったらおもろいやんみたいな、なんか自分たちで自分を分かってるっていう、なんか私も全開で私たちのこの中身むき出しで表現とかしてる、それはもう全力の証だし、精神。何？コンコンって言いました？え、外ですよね。これ多いですね。何回か。3回ですか？え？どうしよう。何でしたっけ？何でしたっけ？青春、どうやって曲に落とし込んでたって、そのお客さんもライブに来てるってことは楽しみたいから来てるわけじゃないか、そもそもチケットを買って足を運んで、それもそもそもが青春だなっていうのも思ってて、うん、そう、青春しに来てるんだから楽しめるとこまで楽しもうよって言ってますね。尊敬するアーティストとか、え、誰かいます？全員います？多分全員ここにいますね。変更取ります。誰もいないっすね。誰もいない。完全に人の音やったか、人がノックした音だったよ。誰もいなかったっす。いや、懐中電灯つけたんですけど誰も見えなかったっすね。すいません。大丈夫ですか？大丈夫ですか？集中できます。何の話してましたっけ？尊敬するアーティスト。あ、そうそう、それを。じゃあ、行きます。仕切り直して。はい。はい、回ってみます、この学校。いや、故障はしてないです。顔がなんか変。谷口さん。最後に、なんかリーダーズでこう目標とか、これからこうなりたいみたいなのがあれば。いや、もう日本を代表する青春日本代表なんで、うんうん、それを世界に、日本のカルチャーはこうだぞと、うん、ドンとやって衝撃を与えることが目標かな。うんうんうん、そうです。世界進出。世界進出。世界進出、声ちっちゃかったらあかんねん。そうだね。一回じゃなくて、一回じゃなくて。世界進出ですね。これは確実よ、はい、ありがとうございました。大丈夫ですか？はい、インタビュー終わります。はい、ありがとうございました。最後に写真だけいいですか？はい、はい、やっております。ここ靴下見せるわ。はい、チーズ。もう一枚いきます。めちゃくちゃいいっすよ。めっちゃいい。めっちゃいいっす。同じポーズでいいですか？はい。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。セクシーにしたの？どうしたんですか？故障とかじゃないですよね？いや、故障はしてないですね。谷口さん、どうしたんですか？え？どうしたんですか？なんかね、え？うわ、何これ？ん？なんか、何？顔がなんか変。え？
見せてください。ほら、本当だ。本当だ。これと目が。うわうわ。釣れてるやん。うわ。しかもカノンだっけ。え、ね、っていうかこれ他のやつは普通なんですか。全然普通です。この2枚だけです、故障とかじゃないですよ。普通やん。ないですね。初めて見ましたね。そんなことある。霊感あります？カノンさん。いやいや、ないです、ないです。あるって言ってませんでしたっけ、さっき。言ってないんですよ。この、ね、心霊写真撮ったことあるって、ね、そう、でもここに腰のところだっけ、なんか顔写っちゃったことあるみたいな。感じも撮ったことある。心霊写真みたいな。しかもそれで、なんか腰怪我して、コルセット生活みたいな。ちょっと、俺確認してきます。これ誰かいます？いや、そんなはずない。他の撮影も入ってないですよね。そうですね。いない数です。みんないます？みんないます？いや、そんなはずない。ここ3階だし。さあ、ちょっと来てもらってもいいですか。いや、わかんないんですけど、多分さっきの音、この机が倒れたんじゃないかなと思うんですけど、で、それで俺見てたら、椅子がこの、あの奥の椅子、真ん中のあれがちょっと動いたような気がしたんですけど、ちょっとチェックしようか。そうですね、ちょっと見てもらってもいいですか、うん、ちょっと映像のチェックだけやります。はい、うわぁ、動いた。見てる。やっぱ動いてますよね。動いてますよね。そんなことはあります。そういうとこだったりしますか。続きすぎてるもんな。続きすぎてる。ちょっと回ってみます、この学校。続いてる。マジで怖くはないですか。いや、怖いですけど。でもいいっすね、それ。いいっすか。大丈夫ですか。それカメラ回しながらってことですか。そう、全然違う番組にはなるけど、心霊ロケみたいな番組変更っていうか、別番組でなんかできたりします。それって成立します？いや、まあ、でもやるだけちょっとやれないかなっていう感じなんですけど。でも例えばですけど、はいはい、変な人が入っててリーダーズちゃんに何かあってもちょっと大変やし、ケツの時間があるから。ああ、でもリーダーズ1時間ぐらいは多分まだいけると思います、メンバーがもし大丈夫だったら。でもなんか面白そうじゃない。怖いけどね。怖いけど、立て続きすぎてちょっと怖いが怖いけど、リアルやな。まあ、でもなんかこんな経験なかなかないし、やってみましょう。じゃあやりますか。やりましょう。1時間だけ。1時間だけ。わかりました。じゃあそういうことで。わかりました。女性とが2人亡くなった話は、盛り塩とか置いてあるのってこれ誰が置いたんですか。なんで私を先頭に行かそうとすんねん。だって鈴木が先頭行きそうじゃん。で、詰まってるぞこれ。でも、まるちゃんの中にいたらびっくりしてくれるんですよ。めっちゃ暗いんですよ。ドーン！え、本当に嫌だ。すごい、あの、凛の声で鼓膜が、ごめん。鼓膜が破れることになった。一旦どっか行ってもらったら。
私たちが前で行かなきゃダメですか。そうっすね。そうっすよね。出足がない。よし、頑張ろう。トイレって何もないですか。トイレ入ってます。え、ここ立ち入り禁止じゃないですか。立ち入り禁止が行っちゃいます。女子トイレ行きます。バッツってしてるじゃないですか。行っていいのかな、これ。ちょっとくっついていって大丈夫。もう全部トイレ閉まってる。閉まってる、閉まってる。なんか全部ガムテープで止めてある。ガムテープ。わぁ、怖い怖い。中から鍵が、何、中から鍵が閉じてる。なんか怖い。なんか全部テープで、これと同じテープで貼ってあって、ドアが。あ、そうか。で、中から鍵が閉じてるんです。手前の1個だけ閉じてる。手前しか見てないけど。ああ。確かに。他は開いてるんですか。この模様怖いねみたいな。これマジで何？ちょっと今いいですか？はい。あの学校っていうかここら辺のこと調べたんですけど、結構いろいろ出てきましたんですけど、どうしましょう？戻って確認しますか？いや、ちょっと今話してもらっていいですか？この学校で起こっている事件の話ですよね。めちゃくちゃ臭い、ここ。ちょっと今話してもらっていいですか？あ、了解です。読めます？話してます。1992年、はい、中学校で A が B と C を理科室にあるハサミで刺すという事件が起こった。教師は警察へ通報し、 A はまともな精神状態ではなかったため、警察が来るまでの間男性教師数名に取り押さえられ小部屋に閉じ込められる。犯人 A が閉じ込められていた
小部屋にあったストーブから発火しぼや騒ぎになり、警察が到着した頃には犯人 A は一酸化炭素中毒により死亡。それこの学校で起こっている事件の話ですよね。そうですね、この学校ですね、中学校って言ってるんで。そう、それでちょっと気持ち悪いって思うのが、この犯人に刺された B っていうもう一人の生徒さんなんですけど、はい、まだ行方不明らしいですよね。どういうことでしょう。なんか今読んでる記事っていうか、この題名が神隠し騒動についてっていう題名なんですよ。事件とかじゃなくて。でもここら辺だよ、ここのことですよね。そうです、そうです。けどちょっとこの続き読みますね。はいはい。 A にハサミで刺された C は、うん、この後突然消えて死体も見つかっていないと。で、刺された時は理科の授業中だったため、数十名の教師や生徒が目撃している。犯人の A を取り押さえ、ある部屋に閉じ込めた教師が再度刺された C のところへ戻った。だけど C が跡形もなく消えていたと。教師や生徒の証言によると C は出血がかなりひどく、床には血だまりができていた。しかしその血だまりごと消えていって、教室を出ていったような形跡がなかったと。警察が捜索するも C は見つからなかった。それって本当にあったかどうか分かんないですよね。そうです、それはちょっと信憑性は分かんないんですけど、一応ってことで調べるとこの記事が出てきて、この学校なんで、はいはい、あとまだあるんですけど、はい、まだあるんですか。そうなんですよ、その約半年後に夜中プールに入ろうと学校の中に侵入した大学生の女性3人グループがまた行方不明になっていくみたいです。神隠し的なことってことですよね。そうですね、しかも門の前に車が止まったままだったらしいんですよ。人だけいなくなったってこと、うん、それでこの記事っていうかブログの管理人が考察するには、はい、この周辺の山一帯で学校が建つ前のずっと昔、山の神を崇拝する宗教の人たちが霊場として使用とかに使ってたみたいなんですよ。で、なんか天狗伝説とかの話もいろいろ書いてあって、まあ、ここら辺はちょっとかなりオカルトとかスピリチュアル的な内容なんでちょっとあれなんですけど、まあ、なんかこの一連の行方不明事件と関係してるんじゃないかなみたいな。まあでも信憑性はないですもんね。そうですね、わかりました。じゃあちょっと探索してみます。気をつけて。はい、はい、理科室で起きたんだっけ。理科室とりあえず入ります。大丈夫ですか。匂いもするし、塩も。でもそれってさ、なんか今話聞いとったらつながるくない。つながる。ストーブとかさ、焦げ臭いって。確かに。じゃあちょっと入ってみましょうか。へえ。とりあえず入ってみますか。暗いな、何も見えない。っていうかさ、これさ、やっぱ理科室じゃない。理科室じゃない、ね、絶対理科室だと思う。さっきの噂のやつ、理科室だよ。臭っ。臭い。こっちから匂いするため、ね、出て開く。ちょっと待って、森千代あるわ。え、本当だ。あ、両方に。めちゃくちゃ臭い、ここ。ここからっすよね、匂い。うん、すっごい。絶対ここな気がする。こっちの匂い。開く？開きます、ね、どう？思い切り。思い切り、はい。あ、どう開いた？臭っ。臭っ。めっちゃ臭っ。制服ですかね。無理やっても。
ていうかさ、これさ、やっぱ理科室じゃない？理科室じゃない、絶対理科室だと思う。さっきの噂のやつ、理科室だよ。くそテラサル、線香ですね、これ。あ、いけない、いけない、いけない。え、大丈夫？あの、写真撮れる。ああ。え、撮っちゃうんですか？大丈夫ですか？テーブルに見えない。これ。なんか焼かれたみたいなやつ。女の子の制服ですかね。え、もう早くでも行っちゃいます。あの、札、札。ここ。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。破れたやつ、なんか破られてません？それ触って大丈夫ですか？お札みたいな、お札じゃないですか、それ。お札、なんか書いてあるっぽいっすね、漢字みたいな。触んない方がいいですよ、多分。大丈夫。守りみたいな書いてあるんで、多分。ちょ、ここか。そうっすね、うん、あの、多分ここってさっき話してた場所になってる。びっくりした、びっくりした。はい、そうですよね。え、絶対そうだと思います。ちょっと見てみていいですか？え？なんか八幡特製的なんかリアルじゃない？何？何？え？なんで？聞こえた？え、聞こえました。聞こえた？え、聞こえました？ね。聞こえましたね。せぎ払いみたいな。今ってどこいます？あ、今ロケバスにいます。みんないますか？あ、はい、みんないますよ。誰も入ってないですよね、学校に。はい、誰も入ってないです。みんな待機してるんで。ちょっとじゃあ一旦戻ります。あ、はい、とりあえずちょっと出ます。はい、どうぞ。
急に落としなく大丈夫かな。すいません。おお、聞こえてますか。大丈夫ですか。大丈夫。ちょっと待って、全然いないんだけど。テープ剥がしてある。いますか。おーい、谷口さん。すいません。ちょっと待って、ほんまにおらへんねんけど。閉まってるし。やばいってやばい。もう無理無理。ちょっと待って、無理無理。どういうこと。もうほんま無理やないんだよ。なんだ。すいません。すいません。意味がわかんない。さっきだってトイレとか出てきてないよ。出てきてない。もう無理やない。すいません。もう無理やってもう。どうすんの。無理やないけど。何これ。携帯預けちゃう。誰も持ってないね。これほんま大丈夫。え、真っ暗なんだけど。真っ暗い。すいません。ちょ、とりあえず。みんなスタッフさんたちどこいるって言ってたっけ。駐車場。駐車場って言ってたわ。ここだよね。え、待って、荷物ないねんけど。え、なんで。なんで。やばくない。もう無理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 。どういうこと。おかしい。おかしいやん。なんで。そう、その起こしてくれた。うん、聞いてない。あんまり言ってなかったけどね。言ってないでしょ。やばいって、ほんまに。これ大丈夫。大丈夫。やばいってね。駐車場行った方がいいんちゃう。おる、ゆうさくん。ほんとに。だって、多分そろそろ行けるよ。もう寝よ、もう寝よ。はい、こっち。あいこ、開かないよ。開けへん。あっ、あったやん。出れるとこあったやん。終わった方がいいよ。
何これ、何、なんで開けへんの、なんで開けへんの、もう分かんない、なんなんこれ、どうすればいいんだ。ちょっとトイレ行ってくる。大丈夫？カノン？鍵閉まってる？ここだ。カノン。どれであんの、こっちじゃない、え、つけへんねんけど、あ、取んなくていいでしょ、え、これ取らんかったら信用してもらえへんか、どうするこれ、行く、行くってどこに行く、どうする、ちょっとトイレ行ってくる、トイレ今、トイレ今トイレ行ってんの、何時行こうか、大丈夫、大丈夫、大丈夫、え、遅くない、カノン、大丈夫、カノン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 、大丈夫、何してんの、返事ないや、大丈夫、あ、もうびっくりするからやめて、あ、ここじゃん、鍵閉まってる、ここだ、カノン、カノン、カノン、おるな、カノン、何してんの、カノン、大丈夫、カノン、どこ？
返事してよ。カノン。カノン。Thank you.
丈夫ですか、カノさん。こっち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 、カノさん、カノさん大丈夫ですか、カノさん。ちょっと何があったか話してほしいんですけど。分かんないです。気づいたらスタッフさんたちみんないなくなってて、メンバーもみんなどっか行っちゃって。いやでも僕らはずっと学校の中探してたんですよ。分かんないです。谷口さん、はい、他のみんなやっぱり学校の中いないですね。いない。でマネージャーさんもどこ行ったか分かんないって言ってます。警察呼ぶしかないと思います。カノさんちょっと待っといてもらっていいですか。